はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、またデビルリンクスの歴史をね紐解いていこうと思うんですが、本日のトークテーマはぶっ壊れスキルだったのに惨敗になってしまったスキルの歴史と、こちらをね皆さんと一緒に紐解いていこうというふうに思っております。めちゃくちゃたくさんあるんですが、こういったものが一部です。本日紹介するのはあまりにも多すぎて、普通にシンプルに動画にすると、まあ、2、3時間かかるんで、本日は、まあ、サクッとね、ちょっと一部を紹介していこうかなと思います。代表的なものを。で、デュエルリンクスの特徴についてなんですが、まずですね、デュエルリンクスというゲームは、まあ、遊戯王を題材にしているんですが、スキルというね、キャラクター専用の能力がありまして、まあ、このスキルとカードを組み合わせることによって、デッキが完成するというものなんですよ。でスキルにももちろんですね、強いと、弱いっていうのがありまして、まあ、中でもぶっ壊れスキルっていうのが、まあ、いくつか存在していたわけです。でこのぶっ壊れすぎていたスキルが、まあ、運営の手によって修正されるんですけれども、まあ、その修正された結果として誰一人として使うことがなくなってしまったという、まあ、非常に悲しみを背負っているね、このスキルを皆さんと一緒に、勉強していこうかなというふうに思っております。参拝スキルナンバーワン、まず一つ目の参拝スキルはこちら、サイバー竜王妃。これ、まあ、今初めに言っとくんですけれども、あらかじめ3回修正入ります。このスキル3段階の修正過程を経ていくんですけれども、まずどういうスキルだったかというと、過去ね、まずサイバー竜王妃っていうのはこういうスキルでした。自分のライフポイントが3000以下になった後一度だけ使用できる。4000を下回っているライフ1000につき1体デッキ外からプロサイバードラゴンを出すと、まずそもそも書いてることがおかしいということにお気づきでしょうか。皆さん、ライフポイントのコストだけでデッキ外からプロサイバードラゴンを出すって書いてるんですよ。デッキ外からです、まあ、つまりデッキに入れる必要性すらない。そしてなんか手札を戻すとか手札を捨てるとかいうコストもないです。一切3000を以下になった後にライフポイントが減ってればそれだけで発動することができてしまいます。あまりにも強いね、まあ要するにライフが減るとモンスターが湧く、スキルでカードを製造してしまうという、まあ、この仕様ですね。はい、まあ、よくやっていたのは、まあ、コズミックサイクロンっていう、まあ、1000ライフを払って魔法トラップを1枚除外するよっていうめちゃくちゃ最強の除去カードがあったんですけれども、あのカードを使った後に、まあ、このスキルを使ってプロトサイバードラゴンを沸かすというね、まあ、これを皆さんも、まあ、よくやられた記憶、やった記憶あるんじゃないでしょうか。でこのサイバー竜王妃なんですけれども、初手魔法カードしかないっていう、まあ、融合デッキでは、まあ、大幅な事故がたまに起きると思うんですよ。融合デッキだとね、なんですけども、要はモンスターがいないと融合できないから。なんですけどもリンクスではですね、逆にこれが最強ハンドになるんですよ。まあ、通称竜陰層と、呼ばれていましたけども、融合するモンスターをスキルで生み出してるんで別にモンスターいらないんですよ。だから、まあ、全部デッキの中魔法カードとかでも余裕で強いと、これがねあまりにもおかしかったですね。で、これもう一個おかしい点があって、このスキル、特にその出したプロトサイバードラゴンの制約が書いてなくて、これね何にでも使えたんですよ。融合以外に使用することもできたんですよ。例えばまあサイバー竜王妃って言って、まあ、モンスター沸かしますよね、プロトサイバードラゴンを。で、まあ、召喚権使ってませんから、そのモンスターを一体リリースしてアドバンス召喚とか、まあ、エネミーコントローラーでね、モンスターリリースして相手のモンスターをパクって、でそのモンスターでなんか攻撃したりとか、あと逆にまたパクったモンスターをリリースしたりとか、まあ、そういうことができたんですよ。これあまりにもやばくて、まあ、融合デッキ以外で大活躍してしまうというね。まあ、昔で言うとウルトラアスリートとか、まあ、ミカドデッキとかアドバンス召喚を利用するデッキは結構このスキルを採用していたことが多かったかなというふうに思ってます。あとモンスターが湧くっていうのも相性が良くて、例えばライトロードデッキとかだと湧いたモンスターで攻撃するっていうこともしてましたね。プロトサイバードラゴン、攻撃力確か1100とか1000くらいあったんで、まあ、そのモンスター沸かして、ジャッジメントドラグーン出して全部ぶっ壊して、でその後にこのスキルを使ってプロトサイバー出して、で1000と3000で殴ってワンキルみたいなこともやってましたね。はい、でこれを受けましてサイバー竜王妃さん、まず第1回目の修正が入ります。2018年の10月、
自分のライフポイントがですね、3000以下になった後に一応使用できるとか、プロトサイバーを出すっていうのは変わんないんですけど、このスキルでフィールドに出したプロトサイバードラゴンはリリースできず、融合召喚以外の素材にできないっていう、この後ろの3分ですね。これが追加されました。融合召喚せよと。いうことですね。融合召喚以外での使用は、まあ、ダメだよと。いうことを、言われているんですけれども、それでも強かったのがサイバー流容疑なんですよね。融合以外では使用不可になったんですが、そもそも融合モンスターが強いと。例えば、キメラテックランページドラゴンであるとか、まあ、サイバーツインドラゴンであるとか、こういった融合モンスターたちがあまりにも強いと。例えばランページだったらバック工場拠するし、サイバーツインだったら2800のにいるんですよね。もう十分強いですよね。このサイバー流デッキの融合縛りがついたところで別にサイバー流デッキ弱くならないんで、まあ、サイバー流デッキの勢いが止まらずに公式大会でも大活躍が続きます。まあ、いわゆる、まあ、運営がよく修正するときに修正理由に挙げている環境の固定化の要因になっていると、まあ、まさにこれですね。環境の固定化の要因になっておりました。で、それを受けまして、まあ、第2回目の、サイバー流規制が2020年の7月に入ります。で、どういう風に、まあ、変わったかと言いますと、こちら、自分のライフポイントが2000以下の場合から始まりました。2000以下の場合は、プロトサイバードラゴンを2体まで、1000以下の場合は、プロトサイバードラゴンを3体までフィールドに攻撃表示で出すというこういうね、スキルになりましたね。まあ、要は、コズミックサイクルの1枚打った後にすぐ使うということはできないよということですね。まあ、サイバーネティックフュージョンサポートとか、ああいう2000ライフ減らすカードとか、あと普通に攻撃を受けた後に、このスキルを使って、まあ、スキルでプロトサイバードラゴンを沸かしてくださいよということになりましたね。で、このスキルでフィールドに出したプロトサイバードラゴンはリリースできないし、そのモンスターがフィールドに表側表示で存在する限り自分は融合モンスター以外を特殊召喚できないと。で、さらに融合モンスターでしか攻撃できないっていう、まあ、そういう制約もつきましたね。これで一応その、なんだ、沸かして攻撃するとか、あと、なんか融合モンスターが特殊召喚するとかっていうのも全部ケアしたということなんですが、これまだまだ規制が甘いですね。まだまだ規制が甘いです。理由は先ほど言ったようにサイバー流は融合そもそも強いっていうのと、これスキルでカード生み出すっていう行為自体、これがやばいと、これがやばいということに気づいてない時点でやばいです、かなり。はい、要するにカードゲームっていうのはそのカードのアドバンテージをどういう風に管理していくかというか、まあ相手のカードをね、その除外して減らして、で、自分のカードをどうやってアドバンテージ稼いでいくかっていうのがかなり重要になってくるんですけども、スキルでカードを生み出してる時点でかなりやばいんですよ。まあ、アドバンテージの概念ぶっ壊れますんで、まあ、これがやばいということに気づいていないという、こういうことですね。で、まあ、これを受けまして、第3次サイバー流規制、3回目です。いよいよ。3回目の規制が入ります。2021年10月。サイバー流奥義どういう風になったかっていうと、ここで一気に弱くなるんですけども、自分のライフポイントが2000以下の場合、一応だけ4000を下回っているライフ1000につき1体まで手札デッキからサイバードラゴンを攻撃力を0にして出すと、まあ、要はサイバードラゴンをデッキ手札からなんで入れなければならないと、デッキに、まあ、当然ですよね。デッキ外から生み出すっていうのも意味わかんないですし、コストで生み出してのも意味わかんなかったんで、まあ、これを、まあ、ギリギリここまでやるんだったら許せるかなって感じでしたね。最初からこうしとけみたいな話はあるんですけども、で、次の相手の就労時まで自分はサイバーエンドドラゴンしか特殊召喚できないという制約もつきました。サイバーエンドしか出せません。キメラテックランページ出せませんし、ツインも出せませんし、キメラテックオーバーも出せません。まあ、そのくらいはね、許してあげてもよかったんじゃないかなというふうには思いますけどね。で、このスキルでフィードに出したサイバードラゴンはリリースできないし、うんぬんかんぬんみたいなやつはさっきと同じですね。はい、あまりにも惨敗になりました。これもう誰も使えません、ここまで来ると。もう最近サイバー流奥義って言われたこと対人戦でないと思うんで、もうここまで来ると誰一人使わなくなるんですよ。なんで弱体化しすぎて、3敗へと、なってしまいました。うん、やりすぎ。3敗スキルファイルナンバー2、2つ目のね、ぶっ壊れスキルはオノマトランスです。このオノマトランスっていうスキル、どういうスキルだったかっていうと、まずですね、手札のズババガガガゴゴドロドカードを2枚デッキに戻して、デッキからズババガガガゴゴドロドモンスター2体を、手札に加えると、まあ、要は戻すカードは魔法カードとかでもいいんで、これかなりですね、初手が安定しました。初手安定スキル最強の、
まあ、ほぼほぼ事故るの見たことないですね。オノマトランスデッキ使われて、かなりのね、初動率だったんじゃないかなと思いますね。いや、要は、好きな、初動モンスターを2枚持ってこれるみたいなもんなんで、手札を交換してね。で、これ最初は弱かったんですけども、このスキル、どんどんエクシーズモンスターが強化されることに、強化されるにつれて、圧倒的安定感の最強デッキへと、行くんですよ。今でもですね、リンクスってランク6がかなり強いんですが、このデッキ、最強のランク6エクシーズモンスターを、まあ、先行でも後攻でも、かなり安定して展開することができたんで、まあ、環境がオノマトに侵され始めるという時期がありました。もうほとんどオノマトみたいな。まあ、これを受けまして、まず第1次オノマトランス修正あります。まず1回目。2021年5月。どういう風になったかというと、手札のズババ、ゴガガ、ゴゴゴ、ドロドカード1枚をデッキに戻して、デッキから1枚加える。このスキルはターン中に1度かつデュエル中に2度使用できる。冷静に考えてください。弱体化してますかこれ。あんまり弱体化してないんですよ、はい。ここで運営エアップを晒してしまいます。ガガガデッキっていうのは、まあ、もちろん2枚持ってきて2枚、から展開するっていうのもできるんですけれども、まあ、1枚持ってくるだけで十分動けるんですよ。まあ、要は1枚どれか引けばいいんで、しかもドドドドローっていうね、手札交換スキルじゃねえや、手札交換カードもありましたし、でしかもこれ2回使えるっていうことは、要は、まあ、1回目先行で使って、でその次の3ターン目、相手の場面を崩すためのカードを持ってくるっていうこともできるんで、なんなら、その盤面に応じてね、サーチが入れられることになっちゃったんで、強くなってるっていう声もあったんですよ。まあ、僕は、第1次オノマトランス修正された後、強くなったと思いました、逆に強くなった。まあ、よく採用されているのはガガガヘッドっていう、レベル6のモンスターでね、かなりまくり力が高いモンスターなんですけども、あれを、まあ、3ターン目ないし4ターン目に持ってくることができてしまったんで、これあまりにも強かったですね。これ、まあ、要は運営がエアプだったということです。でオノマト環境が、まあ、さらに加速してしまうわけですよ、これによって。でこれを受けてオノマトランス第2次修正が入ります。第2次オノマトランス修正、2021年の10月。どういう風になったかっていうと、もうくっそ長くて読みたくなるんですけども、3ターン目以降に使用できる。まずここが弱いです。非常に弱い。3ターン目以降あまりにも遅い。で手札のズババガガガゴゴドロドモンスターを1体デッキに戻すと、まあ、モンスターじゃないといけなくなりました。でさらにデッキから、モンスターを1枚出なくなると。でこのスキルは条件を満たさないといけないですよと。で条件っていうのが何なのかっていうと、デッキにこのズババガガガゴードロとオノマトっていうモンスターですね、このモンスターが12枚以上存在していまして、でさらにエクストラデッキにホープエクシーズモンスター2枚以上が存在していて、ナンバーズかゼアルウェポンモンスター以外のランク5以上のモンスターが、存在しない。まあ、要はトレミスとか、まあフォトンストリックバウンサーとか、ライノセバスとか、まあ、そういう、モンスターを入れることができないということになったわけですよ。あのね、やりすぎるんですよね。コナミさんって修正するとき必ずやりすぎる癖がありまして、ちょうど良さ、ちょうどいい加減っていうのが分かってないのか分かんないですけども、逆に縛りがきつくしすぎまして、これまた誰も使わない仕様になってしまったということですね。まあ、ここで、まあ、無事参拝へということになってしまいました。やりすぎる修正、どうにかなりませんかね。参拝スキルファイル、ナンバー3。3つ目の参拝スキルファイルはこちら、デュエルスタンバイ。まあ、どういうスキルだったかっていうと、非常に単純明快でございまして、お互いに初期手札が1枚増える、これだけです。初手が1枚増えるだけって思う方もいらっしゃると思うんですが、ですね、ワンキルがまあ加速するんですよね。初期手札が1枚増えると、デュエルリンクスって1枚減っててスキルとか使用で1枚初手が4枚からスタートするんですよ、 OCG と違ってね。で4枚からスタートするっていうことは、まあ、多少ねコンボデッキが若干その回る確率が、まあ、減少するんですけれども、まあ、先行ワンキル後行ワンキルが非常に加速してしまうという側面がありまして、まあ、特にね初期の頃のカードプールが狭くて、まあ、要は、カードパワーが低い時なんていうのは、まあ、コンボパーツを集めてしまえば、まあ、結構相手の盤面が弱いんで、まあ、ワンキルできたりとか、あと先行であれば、まあ、5枚あるから先行ワンキルできたりとかっていうのが、まあ、ありましてね、まあ、代表的な
覚えてるデッキだと、例えば、氷結界のデッキ、あれ高校ワンキルがめちゃくちゃ得意だったんですよね。氷結界とか、あとあのサイレントソードマン、あの沈黙の魔術師じゃない方の、普通の方のサイレントソードマン、あっちにね、あの沈黙の剣をぶち込んで、ワンキルするっていう高校ワンキルデッキも結構ありましたね。あとはまあリーフフェアリー、これ先行ワンキルができる、デッキなんですけども、こういったワンキルデッキ、が活躍してしまうという、まあ、これがデュエルスタンバイのいけなかったところです。こうした、まあ、流れを受けまして、デュエルスタンバイ第1次修正が、入ります。まあ、これどうなるかっていうと、まず初期手札の増加は強力すぎましたと。その中でも1ターンで完結してしまうようなデュエルにブレーキがかかる、まあ、要はワンキルができないように制限を追加しますっていうことで、こうなりました。お互いに初期手札が1枚増える。最初の自分のターン、自分は魔法、トラップ、モンスターの効果を発動することができないと。まあ、こうなるんですよね。まあ、発動することができないんで、まあ、パッと見、まあ、弱くなったなと思うかもしれないんですけれども、ワンキルは要は抑制できるように見えたんですが、このスキルね、大事なところをね、見落としてるんですよ、運営さんは。運営、またやらかすと。これモンスターの効果を発動できないっていうことが、メリットになるモンスターっていうのがいるんですよね、遊戯王には。効果を発動できないことが逆に有利になるモンスターの存在を完全に失念しておりました。で、これ何かっていうと、天の岩戸というモンスターなんですよ、このモンスター。これね、スタンバイ岩戸っていうデッキが大流行するんですけれども、これ、どういう、まあ、効果を持ってるかっていうと、天の岩戸は、スピリットモンスターで、まあ、エンドフェイズ、手札に戻るよっていう効果を発動するんですけど、基本的には、召喚リバースしたターン、のエンドフェイズに手札に戻るよっていう、まあ、その代わりとして、こいつが場にいる限り、スピリットモンスター以外のモンスターの効果を発動することができないっていう、もう最強のモンスター効果封じができたんですね。で、これどういう風に戦っていくかっていうと、まあ、要はデュエルスタンバイで手札が一番増えている状態で、まあ、デュエル開始してモンスターの効果を発動できないんですけど、別にモンスターを召喚することはできるんで、特殊召喚でもできるんで、なんで天の岩戸をポン出しするんですよ、召喚で。そうすると天の岩戸を場に出てエンドフェイズに手札に戻るっていう効果を発動しないんで、これスピリットモンスターっていうのは特徴として召喚リバースしたターンのエンドフェイズにしかバウンスする、手札に戻ってくるっていう効果を発動することはないんで、そのデュエルスタンバイの適用中に初手で出した天の岩戸は手札に戻りません。ってことはですよ、ってことはモンスター効果を完全に封殺することができるんですよ。自分以外、天の岩戸以外も全部無効になっちゃうんで、まあ、ちょっともう構築はね難しくなりますけども、天の岩戸をポン出ししておけば、もう相手がモンスター効果に頼ってるデッキであればもう全部無効になるって言っても過言ではありません、全てのモンスター効果が。まあ、要はデッキを否定するということですよね。これがですね、公式大会でもかなり活躍してしまいました。まあ、スケルの、まあ、制約を、まあ、逆手に取った、まあ、最強の戦術と言っていいでしょう。これでね、環境を席巻します。まあ、皆さんもスタンバイ岩と当たったことある方多いんじゃないかなと思うんですが、めちゃくちゃ強かったんですよね。でしかも結構カウンタートラップが結構後ろに伏せられることが多くて、まあ、とにかく対話を拒否していると、まあ、いうデッキでございました。これを受けまして、第2次デュエルスタンバイの修正が2019年の12月に入ります。まあ、その時の規制理由なんですが、デュエルスタンバイモンスターの効果を発動できない制約を逆手に取った戦術を抑制する調整を加えますということで、まあ、要するにスタンバイ岩とくたばれということなんですよ。で、どういう風なテキストだったかっていうと、これですね、お互いに初期手札が1枚増える。最初の自分のターン、自分はモンスターを召喚できず魔法トラップモンスターの効果を発動することができない、まあ、モンスターを出すことすらできないという、まあ、これは完全にやりすぎですね。これは完全にやりすぎ。まあ、一応、まあ、セットはできるんで、まあ、セットすることはできるんですけど、セットしたところで全部セットしかできないんで、さすがに外役デッキくらいしか使えないなという話になりまして、無事参拝スキルへと、なってしまいました。他にもですね、たくさん参拝スキルっていうのは存在するんですよ。結構紐解いていくと、
結構面白い遊戯王デュエルリンクス運営の、まあ、ドタバタ劇みたいなのが見れますので、もしね好評であればパート2パート3へと、やっていきたいなと思います。皆さんぜひねこの動画どう思ったか、コメント、高評価ボタンなどで、教えていただけるととてもありがたいのでぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。